724年のジェームズ・キースジェームズ・フランシス・エドワード・キースは、プロイセン王国の元帥で、スコットランド出身の軍人。ドイツ語で、ヤーコプ・ホンカイトとも呼ばれる。7年戦争の間、フリードリヒ2世から厚く信頼された将軍の一人である。1696年、第9代マーシャル博、ウィリアム・キースと第4代パース博、ジェームズ・ドラモンドの娘、 マリー・ドラモンドの次男として、スコットランドのピーター・ヘッドにあるインベルジー城で生まれた。名は、元イングランド・スコットランド王・ジェームズ2世と2番目の妻であるメアリー・オブ・モデナの息子で、大戦勝者こと、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートにちなんで、付けられている。伝統的に、スチュアート長と密接な関わりを持ち、 ジェームズと兄のジョージは1715年と1719年にスコットランドで勃発したジャコバイトの反乱に加わり、敗れた後にすべての称号と財産を失い、スコットランドを去らねばならなかった。その後、キースはパリとマドリードで貧困と無名の日々を過ごしていたが、スペイン軍で大佐の階級を得て、ジブラルタル後為戦に参加したと言われる。 自身のプロテスタントとしての信仰が昇進を阻んでいることがわかると、彼は国王フェリペ5世からロシア皇帝ピョートル2世に推薦され、1728年から1747年までミュンニヒ将軍、そしてアイルランド人であり、同じくジャコバイトとして故郷を追われたピーター・レーシ将軍に仕えた。彼はスータのセム駅で自身の本領である。 沈着、懸命さと、用心深さを伴う武勇を発揮し、ロシア軍でも、抜群に有能な将軍にして優れた、寛容な民政官として、名声を博した。例えば1735年から1739年の、オーストリア・ロシア・トルコ戦争では、オチャーコフ要塞の攻略戦で先行を挙げ、負傷している。またロシア・スウェーデン戦争では、ビルマン・シュトランとの戦いで、 らしい将軍に従い、スウェーデン軍を尻け、短期間フィンランド王国の事実上の支配者となる。最終的には、ウクライナの総督となった。その間に、生涯にわたって、愛情を捧げることになる妻エファメルテンと、巡り合っている。彼女は捕虜であった。キースは、女帝、アンナイワノブナの長愛を得て何度も表彰され、不評代償に任ぜられた。しかし、 女帝の皇居した1740年以後運命は暗転、後を継いだ女帝、エリザベータの追求と副宰相ベストゥージェフの陰謀から逃れるため、彼は自ら願い出て1747年7月に辞職を認められた。辞任後すぐにロシアを去ると、プロイセン王国の国王フリードリヒ2世に主観の許しを願い出た。フリードリヒ2世は、 高い教養を備え経験豊富なキースを歓迎し、1747年9月18日に元帥に任じた。また1749年にはベルリン総督となり、兄のジョージと共にフリードリヒ2世から強い信頼を得る。1756年、7年戦争が勃発すると、キースはすぐに上級指揮権を託され、ロシア帝国で白した名声に加え、檻に触れて、 その注意深さと才能だけでなく、決断力と機敏な行動を見せつける。ピルナ包囲戦、ロボジッツの戦いで活躍。1757年にはプラハの戦いにおいてプロイセン軍の一部を率い、敵軍の包囲に成功する。その後、優勢な敵勢からライプツィヒの町を守りきり、ロスバッハの戦いにも参加。 フリードリヒ2世がロイテンの戦いで戦っている間にボヘミアの略奪を指揮している。アントワーヌペインがジェームズ・キースの肖像が1755年頃。1758年になると健康を害していた彼は失敗を重ね不成功に終わったモラビアへの侵攻の後、ひとまず指揮権を返上するも同年秋に復帰。 アンハルトデッサウココモーリッツや他の将軍たちと共に10月半ば、傭兵上をとても危険なホッホキルヒに婦人しようとする国王を思いとどまらせようと努力したものの無駄に終わり、オーストリア軍が来週し10月14日にホッホキルヒの戦いが正規すると夜に傷を負って戦死した。ひとまずホッホキルヒに埋葬されたキースは半年後、 ベルリンエージ教会の霊廟に改装された。ホッホキルヒの墓の後には、記念碑がある。そこで1873年、彼の遺体は、アドルフ・メンツェルに特定され、射精されている。第二次世界大戦中、守備隊協会が破壊されると1949年、遺体は、シュターンスドルフ南西協会の共同墓地、いわゆるエージュ墓地へ、他の200体と共に改装された。 キースの死後、フリードリヒ二世は、彼のため、ビルヘルム広場に記念碑を建てさせている。またベルリンシェーネベルククのある通りが彼の名を冠する。そこは、テオドール・フォンターネの小説、エフィブリストに取り上げられ、一定の知名度を得た。ありがとうございます。